こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。無料で売れる、いらないゴミがお金になる方法とは、初心者必見、どんなマニア向け商品が売れるのか教えます。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はい。この動画ですね、こちらのタイトル通りですね、どんな商品がね、無料でいらないゴミですね、売れるのかぜひね、紹介させていただきます。はい。こちらですね。まずこちらですね、使用済みチケットなんですけど、特にですね、売れる商品ってここですね、この、こういっぱい出てるんですけど、ディズニーですね。はい。これはですね、なぜ売れるかと言いますと、ディズニーのチケットっていうのね、ディズニーランドよく行く方は知ってるかと思うんですけど、ロゴですね、ロゴや形がとか図柄ですね、これがですね、頻繁に変わるんですね。はい。なので、このチケットをね、が好きで集めてる方が実際います。はい。で、今回これ300円で売ってるんですけど、まあ、これね、集めて売っていただければ売れますので、ぜひね、もうこれいらないっていうチケット1枚でも売ってる方いると思うんですけど、ぜひね、売っていただけるお金になりますので、ぜひね、試していただければね、いいかと思います。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきます。30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼンします。日経のスタンプお願いします。あと、YouTube からその印刷は受け付けてません。LINE と登録によろしくお願いします。あとですね、グッドボタンお待ちします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。